選手が登場しました。準優勝戦は2つ目第11レースが始まりました。対戦の6人バックストレッチ側、並びの方はスタート定時同様定番順です。1号艇は今垣幸太郎、2号艇牛島誠、3号艇中野次郎、4号艇森田俊介、5号艇桐生純平、6号艇笠原亮、以上6選手の対戦です。スタートまでは1分を切りました。ゆっくりとイン1コースに向かっていきます。1号艇の今垣幸太郎、昨日の予選ラストはまくり一撃、インパクトのあるレースを展開しました。このレースは人気の中心となっています。2コースは2号艇の牛島誠、人気は対抗格。昨日の予選ラストは堂々の逃げ切り、弾みをつけて迎えました。センター3コースには地元3号艇中野次郎、昨日の予選ラストは2着粘ってこの準優勝戦切符を使いました。後方に船を引いて3選手、4コースかと1は4号艇の森田俊介、外枠の3人の選手は初日のドリームメンバーです。4号艇の森田、昨年のダービー王が4コースの角、そして5号艇の桐生純平、クラシック連覇がかかる桐生はここはまずはクリアしたい一戦。タイアウト6コースは6号艇の笠原亮、笠原6コースから果たしてここチャンスはあるのかどうか。定番通り3対3、風は追い風のコンディションです。11レースの準優勝戦、インから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。イン1コース1号艇の今垣トップスタートですが、これはちょっと早いタイミングです。一周一マークへ向かっていきますが、スタートは現在判定中ですので、お手元の投票券大切にお持ちください。さあバックスレッジへ立ち上がっていきます。このレースは残念ながらフライングがありました。1号艇の今垣フライング変換決勝、1番の今垣はフライング変換決勝です。従いまして1番に関係する投票券すべて早戻し変換となりますので、お手元の投票券は大切にお持ちください。5艇がホームスレッジ側へ帰って、先頭は3号艇の中野次郎が抜けています。そして2番手争いは6番5番4番と、この辺りは激戦ムードで2周目に入りました。さあ注目の2番手争い、内側から5号艇の桐生、真ん中は6号艇の笠原、外は4号艇森田ですが、真ん中から6号艇の笠原が2番手に上がってきました。3番6番がバックスレッジへ入っています。先頭は3号艇中野次郎、大きなリードを取っています。2番手は6号艇の笠原が後続との定冠を3点四方で開けて2番手、3番手は2号艇の牛島が追走していますが、2、3番手は定冠はまだ僅差。レースは2周目2マークの旋回、先頭3号艇中野、内側から迫る2号艇の牛島、6番笠原、ここは接触となりました。ホームストレッチへ帰って4号艇の森田が2番手、5号艇の桐生が3番手となっています。なおここでお知らせいたします。2号艇のブス島は妨害のため失格となりました。2番のブス島は妨害失格です。なお6番の笠原、6番の笠原ですが転覆失格となっています。最後のバックストレッチ、先頭から3番4番5番の体勢でラストコーナーを迎えていきます。3号艇地元の中野次郎がトップ、2番手は4号艇の森田俊介、3番手は5号艇の桐生純平で、上位体系は3番4番5番で最終コーナーレスキューを避けて直線コースへ戻りました。準優勝戦第11レースはゴールを迎えます。先頭3番中野、1着で5連、2着は4番の森田5連、3着は5番の桐生5連です。なおこのレース1号艇の今垣選手はフライング変換決勝、そして2号艇牛島選手は妨害のため失格、6番の笠原選手は転覆のため失格となりました。以上第11レース準優勝戦でした。